どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったガジェット製品を中心にレビューをさせていただいております。このように再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、今回なんですけども、普段ですね、レビューの方をさせていただいている、リコーさんという会社があるんですけども、そのリコー株式会社様の方からですね、ちょっと面白い、マルチ、スマホカメラストラップっていうのをご提供いただいたので、そちらもね、レビューしていこうかなというふうに思います。はい。で、今回ご紹介させていただく、マルチストラップに関しては、何が面白いかっていうと、ガジェットだけではなくてですね、犬の散歩にも使える、製品になっております。なので、まあ、バージョンがね、2バージョンがあって、1つはそういうガジェット系に使うものを、で、もう1つが犬の散歩に使えるようなものになっていますので、犬を飼われている視聴者様に関しましては、犬用のストラップの方をご検討いただき、犬を飼ってないよっていうような、まあ僕みたいなガジェット系オタクみたいな方はですね、スマホ、カメラ、イヤホンとかも求められるような、そのマルチストラップの方をご検討いただければと思います。で、こちらの製品なんですけども、このような形で今後、幕開けの方で出資支援を行う予定です。じゃあ早速なんですけど、皆さんどういった製品か気になると思いますので、早速商品の方を見ていきたいと思います。見ていきましょう。レッツゴー。お待たせいたしました。それでは早速なんですけど、今回ご紹介する製品群をご紹介させていただきます。はい。まず最初にご紹介をさせていただくのが、結びハイブリッドリードストラップっていうものになっております。それはどういった製品なのかっていうと、こちらになっておりまして、はい。こちらですね。犬のリードという風に書かれた製品。こちらと、あと、ハンズフリースリングバックストラップっていうものになっているものと、あとはね、何の用途かすごい分かりやすいですね。犬のうんち袋ケース。これらを合わせたものが、結びハイブリッドリードストラップっていうものになっています。で、中に入ってるものっていうところで言うと、それぞれね、まあ、結び犬リードストラップっていうやつと、で、あとは、このマルチリングストラップっていうやつがあって、この結びマルチリングストラップっていうのがあって、それをね、合わせたものが結びハイブリッドリードストラップっていう形になっている感じですね。はい。じゃあ、ちょっと実際に中身っていうのを、どういったものが入っているのかっていうのを見ていくと、まず、犬のリードに関しては、もうまさしくその名の通りですよ。犬のリードが入っておりまして、実際に犬の、専用リードと、あとは、こういったネジが、ついているような感じです。はい。で、犬のリードって言っても、いろんなタイプがあるんですよね。いわゆる、ハーネスタイプとか、それこそ犬の首にそのままつけるタイプっていうのがあるんですけど、今回のこれに関しましては、犬の首に直接つけるタイプの、リード。それが犬用のリードストラップという形になっています。ここの輪っかになってる部分があるんですけど、ここの部分に、ご自身の愛犬の首を通していただいて、で、ここをね、キュッと締めるみたいな感じです。はい。で、実際犬の首って言っても、犬の犬種によって様々だとは思うんですけども、それに関しましても、ここになんかネジみたいのがあるんですけど、これを緩めることで、ここが動くんですよね、稼働する。で、それが稼働することによって、ここの D 管で通ってる部分に関しましても、広がることが可能になっているので、この穴自体っていうのは、自由に調節が可能です。なので、大型犬から小型犬まで、幅広くね、使っていただくこともできるかなと思います。で、犬の首につけるものにはなってくるので、やはりワンちゃん自体のですね、この不快感っていうのも極力減らしたいかっていうふうに思うと思うんですけども、そういったものに関しましても、こちらの製品、なんかね、触った感じとしては、硬い紐とかそういうわけではなく、布っぽい感じのですね、なんて言えばいいのかな、なんかすごい柔らかい首とかそういったものにもフィットしやすいようなですね、ケーブルになっていますので、そういった意味ではワンちゃんとかね、そういった、ワンちゃんとかにね、つけた時とかも不快感は少ないんじゃないかなと思います。もちろんね、僕犬をね、実家で飼ってるんですけども、今の家はですね、ペット禁止にはなっていますので、あくまでもこれは個人のね、思った感想というような感じです。はい。紐自体はこちらなんですけども、結構分厚い形にもなっているので、大型犬とかでもね、ある程度引っ
張られたとしてもそこら辺のところも大丈夫かな。側に関してはこういった形で輪っかになっていて、ここにね革で、しっかりとですね止まってるような形になっているので、リードとして持った時も腕を通してこういう風にね持ちやすいっていうところもあるので、ワンちゃんと散歩する時とかもしやすいんじゃないかなと思いますね。はい、こちらの製品に関しましてはいいのがね、紐の長さがですね、この今手首でつながってる部分からこのワンちゃんの部分までなんですけども 1.7 メーターあるんですよ。なので犬と散歩するっていう風になった時になるべくねワンちゃんには自由に行動してほしいと思うんですよね。そういった時とかにもこの製品はですね非常に、使いやすいんじゃないかなっていう風に思っています。都会とかでもそうなんですけども、もう犬の散歩っていう風になったらですね必ず必要になってくるのがこちらですよね。犬のうんち袋ケースだと思うんですよ。やっぱり、犬のね、排出物ってそのまま放っておいたら誰かが踏んでしまうかもしれないですし、その街自体がですね、ちょっと汚くなってしまうっていうところもあるので、結び犬リードストラップ、および結びハイブリッドリードストラップっていうセット内容の中には付いてきます。で、これ結構ね、便利なのが、こんなに小さいのにもかかわらず、中に入ってるの結構大容量のロールなんですよ。これね、そのまま、ここに、入れていただいて、こうくるっとするじゃない。で、そしたら、これをこのままね、出すと、ある程度したらミシン目が、来るので、このミシン目をですね、来たら取ってあげることで、この小ささで、中入ってるのね、結構でかい。スーパーとかの食材とかをああいったところ詰めるところにあるようなね、あれぐらいの大きさの、袋になってるんですよ。で、厚手でもあるっていうところから、中にね、犬の糞とかを入れた時とかも、破れにくい形にもなってるので、そこはね、結構いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。結構ね、引っ張っても破れないぐらい耐久度の高い袋にはなっていますので、これぐらい小型だったら散歩の時にもですね、それほど邪魔にもなりませんし、ここの部分、ゴムになってるので、リードのところとかにですね、くくりつけちゃうとかも、ありかなっていうふうに思います。はい。僕自身はですね、どちらかというとガジェット YouTuber ではあるので、次のこっちのね、ハンズフリー、スリング、バックストラップってやつがあるんだけど、これがね僕結構革新的でいいなっていう風に思ったんですよね。なのでこちらをですね今回はね徹底的に紹介していこうかなと思うんですけども、こっちは何なのかというとカメラストラップとかにもなるし、それこそ、スマホストラップにもなるような結構マルチに使えるですねストラップになっていまして、今回ねこちらをね、黒色ご提供いただいてます。はい、こんな感じでですね、ここの部分に皆さんがよく見たことがあるような大きめの、いわゆるですね D タイプのナスカンですかね、これそれがついていまして、でなおかつここのところに O リングっていう形で丸い、リングがついており、ここにね、小さめの S 字フックみたいなやつがついているぐらいのですね、一見すると何の変哲もないような、いわゆる紐に見えるかもしれないですけど、この紐がですねあらゆるいわゆるですね仕様にですね特化した、いわゆる、ガジェット用の、ストラップになっているんです。はい、今回ねこちらに関しましては SML の展開になっておりまして、今回ねご提供いただいているのがちょっとサイズがですねメーカーさんから教えていただいていないのでわからないんですけども、多分おそらく S かなって思います。L だと160センチまでの長さになっていて、折りたたみ時に80センチ長さが、なっている感じで、で S だと、長さ120の折りたたみ60、 M だと、長さ140の折りたたみ時70っていうような形になっています。はい、全体の、重さとしてもですね 116g しかないぐらいの形になっていますので、そういった意味でもかなり、この見た目からはですね、想像できないぐらい軽量って感じですね。さっきの、結び犬リードストラップが 127g あったんですよね。なのでそれに比べるとかなり、10g ぐらいは軽い形になっております。はい、でさっきお見せしたこの 3つのですねこのカラビナなんですけど、これがね、それぞれ、対応したガジェットっていうのがございまして、例えばなんだけども、こちらの D 型のカラビナ、これに関してはここの部分がですね見えるかな、もうちょっと近くに寄れる、はい、こんな感じでねくるっと回すことでキュッと、開くことができる、通常の状態だとロックが効いていて開かないような形の結構頑丈なですね、この D 型カラビナになってるんですよね。これによってカメラはもちろんのことを大切なガジェット類とかそういったものもですねしっかりと、このね接合することができる形になっているんです。はい、例えばなんだけども普段から僕が使ってる、オリンパスのですねコンデジなんですけども、
ここの部分にですね、ストラップとかそういったものをつけれるような、機構っていうのを自分でね、つけたんですよ。はい。例えば、ここの部分に、今回のこの、D カラビナをつけるとすれば、今までだったら、ここになんか適当な紐だったりとか、持ってるようなね、小さい紐で、対応してみたものも、ここをこういう風にしてこう開けてもらって、まあ、この2つのね、結合部にこういう風につけるだけで、もうこれでですね、カメラ用のストラップっていうのが出来上がりました。こういう風な感じでですね、結構振っても落ちないですし、かなりこの重厚感のある見た目にもなっていますので、そういった意味でもですね、このタフな感じのですね、オリンパスのカメラにもすごい合ってるかなっていうふうに思います。はい。で、結構長さ的にはですね、僕の体がだいたい170センチぐらいなので、それでもですね、こういうふうな感じで、ちょうどウエストあたりぐらいに来る形になっているので、結構大きいんですよね。なので、カメラ撮りたいなって思った時にすぐにこうパッて撮れる。こういうふうに持ち運びもしやすい形にもなっているので、個人的にはね、すごいいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、例えばね、ちょっと長すぎるなっていうふうに思ったりとかしたら、ここの部分、一回腕通してあげるじゃん。で、くるん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 っていう風にしてあげて、手に巻きつけて、でその状態でこういう風に撮るっていうのもできるし、でそれ以外にもよく僕も使う手法ではあるんですけども、こういったところとかで一巻きしますよね。で穴に通してあげてキュッと結ぶ、こういう風に結ぶだけで紐自体こういう風に短くもなるので、そうすれば先ほどの、ように腕につけた時に撮りやすくなる形にもなってるので、まあ、こういった使い方もありかなって感じはしますね。その他にもあんまりねカメラストラップに僕はジャラジャラつけるのは好きではないのであれなんですが、こういったところも丸カンのあれがあるので、あくまでもやるかやらないかっていうのは個人にお任せしますけども、こういったイヤホンケースとかそういったものをつけていただいてもいいですし、あとは鍵とかね、そういったものをつけてもらうのもありかなっていうふうに思います。はい。で、その他のところで言うと、ここの部分にですね、こういった S 字フックが存在しているんですよね、ここの部分に。なので、例えばカメラを使わないよっていう時は、まあ、このカメラ自体をですね、さっと取り外していただいて、で、ここの部分に、皆さんね、よく使ったりとかすることもあるんじゃないですか。スマホストラップ用のこういったね、D 缶、小さいのあると思うんですけど、これが付いてる CCCM もあるので、それとセットにすれば、これ自体を、こんな感じのですね、スマホストラップとしても使用が可能です。はい。なので結構ねいろんな用途に使える、今回ね、このカメラストラップっぽい形になってるので、ここはね結構僕はいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で今回のこの紐に関しては全部ハンドメイドで作られているので、手作りのあったかみっていうのも感じられますし、なおかつですね、これ登山用のロープを使ってる形になってるので、結構ねやっぱり耐久性が強いんですよ。今結構力入れてこういう風に引っ張ってるんですけど、全然ねこうビシッとかねちぎれるような感じも全然しないです。なので大切なこういったガジェット類とかそういったものに関しましても、比較的ですねしっかりと守ってくれるかなっていう風に僕は思いますね。今回黒をご提供いただいたんですが、やっぱり明るい色とかが欲しいっていう場合もありますよね。そういった場合に関しましても、このような形でですね、緑とかパープル、あとはね、このピンクっぽい色とかも存在はしておりますので、そういった意味でもですね、様々な色とかを選択できるっていう楽しみ方っていうのもいいんじゃないでしょうか。はい。で、先ほどから紹介しているこのね、マルチストラップのこういったカラビナ類に関しましては、基本的にですね、一番最初に紹介をさせていただいた犬用のリードストラップとかにもつけることが可能です。で、そこに、例えばこういったね D タイプの、やつをつけておけば、ハーネスタイプとかのああいったものとかにもつけることが可能なので、首に直接首輪をつけるのはちょっとワンちゃんにはねしんどそうだなっていう風に思った時とか、ハーネスに、この D 缶をつけていただいて、でそれで犬用のストラップとして使っていただいてもいいんじゃないかなっていう風に思います。はい。それじゃあ最後こちらのマルチ、スリングストラップの方をですね、まとめの方に入りたいと思います。まとめていきましょう。レッツゴー。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、こちらのマルチスリングストラップっていう形のガジェット用のスマホカメラストラップっていうものと、あとはですね、ワンちゃん用のストラップっていうのをご紹介させていただきました。はい、なんとなくイメージはついたんじゃないかなっていうふうに思います。で、使ってみた感じとしてもですね、結構紐も太くて、で、なおかつですね、それだけじゃなくて、長さっていうのもかなり十分ではあるので、こう首掛けをして、ね、こうスマホ持ちたいなとか、散歩したいなっていうふうに思った時とかも結構ね、しやすいんですよね。
で、この D 管がそれぞれ対応してるものっていうのが明確に分かれてるっていうところから、こう無理してない感っていうのもしっかりとね感じるような製品にはなってるので、そこも結構ね個人的にはいいなと思いました。で、やっぱりねこの僕自身カメラストラップってなんか最適解っていうのがなかなか見出せてはなかったんですけども、今回もこれぐらい太いやつの方がですね、やっぱりこういうカメラとかを持ち歩くっていう時とかにはかなりこう安心感もありますし、で、こういった布製ストラップって結構ビヨンって伸びすぎちゃうからこそ邪魔だなって思うことも今までだったあったんですけど、これに関しては許容ができる伸縮性にもなっているっていうところからも、まあ非常にですねスナップショットとかそういったものを撮る時とかにも邪魔にならないしいいかなっていうふうにはやっぱり思いますね。はい、はい、今回はこんな感じで、今後ね、出資支援の方を行うですね、マルチスリングストラップを紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。それじゃあ僕の概要欄の方から支援ができるようにしておきますので、ぜひ支援の方をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃーん。